ますか。カフェのコンセプトはセックス。カフェのコンセプトはセックス。あの伊藤ちゃんよく言ってるっつってたけど、コンセプトセックスだって分かってた。それうちそれでも、まあ、でもそうでしょ。でも俺久々にこういうなんかでかい字でセックスって見たんだけど。カフェのコンセプトはセックス。どういうことなんですか、セックスっていうのは。まあ、ね、言っちゃうとほら、うん、カフェって言っても、うん、まあ半分バーみたいなのにもあるので、うん、バーってでもそうじゃないですか。男と女の出会いみたいな。だってそういうのうっすら求めてなければ家で飲めばいいじゃないですか。そういうことですね。美味しいコーヒーだってね、今引けるしね。うん、でしょ。やっぱり外食全体的にそうですけど、お酒飲むとか特にそうですけど、うっすらと求めてるわけですよ。潜在意識の中でも絶対あるわけですよ。特にバーなんかそうですよ。誰かに見てほしいというか、誰かとつながりたい、何かを求めてくるわけです。そういった誰かとつながりたいイコールセックス、薄められたセックスみたいなのがあるわけです。薄められたセックス、アメリカンなセックス、アメリカンコーヒー的なセックス。夜に敷かれてるわけです、ふわっと。まず今潜在意識で考えたら、うん、要するにメディアなんか全部そうでしょ。だってメディア、例えばテレビつけたら全部その言うちょっとコマーシャルから何かないから可愛い女の子出てきてこうっていろいろやったりとかしてるわけでしょ。じゃあ俺の働いてる場所セックスなんだ。いやセックスなんだって何なんですか。まあ、俺もなんかセックスな部分出してます。薄められたそういう世界ですよ。世界なんだ。なんか発信するイコールセックスみたいな。人としてこう生きている限りは薄められたセックスなんだよ。人として生きてる限りは薄められたセックス。もう意味わかんないけど。いやいや、違います。だって根底にはそれがずっとあるわけですよ。潜在意識ですよ。いや、あるでしょ、日々あるでしょ。どう、伊藤ちゃんに聞くわ、丸投げしてみよう。まだちょっとわかんないです。まだわからない。まだわからないです。かまととぶってますよ。くどかないでくださいよ、うちの。いや、でもそうですよ。だからうちは本当にカフェでも暗いですし。暗い。あ、薄暗い。薄暗い。待って、ちょっとセクシーな音楽。セクシーな音楽かけてる。ラテンとか。ラテンとか。あ、